どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですねスペシャルゲストを迎えております。クワバタリエさんでございます。やったー、お願いします。バタヤンチャンネルからクワバタリエでございます。バタヤンチャンネルから嬉しい、ありがとうございます。こっちもその3倍嬉しいですから、もう3倍3倍嬉しい。いや、なんリアルですね。どういうあのいきさつかというと、はい、クワバタリエさんが、うん、YouTube のライブ配信とかあの YouTube の配信で、うん、ウクレレを始めたっていう話がちょっと小耳に挟んで、なんでかというとこの本をですね、はい、見てウクレレでもうね楽しい楽しいって言ってるよっていうことを、うん、あのガズレレ仲間さんの人たちがですね、うん、もうあちこちでインスタグラムとツイッターとその YouTube のコメントにですね、うん、入れてくれたんですよ。で俺本当にって言って見に行ったら、うん、まんまとそのやっておられてですね、そうです、それ一番受けたのが、うん、カズレレカズレレって言っててね、そうすいません、ガズっていう言葉があんまりこうなくて、そうそうそう、うん、でまあそういうのを見てて、うん、あのそうしたらね、あの本当にあのまず声が思ったらやっぱいいじゃないですか、すごく。ほんでこんな褒められたことないわ。いやいやいや、もう本当そういうのってやっぱその出そうと思ったって出せないし、そうそうそう、でやっぱりね歌い方がすごくなんかあいいと思ったし、やっぱり歌が好きなのがめっちゃ伝わるわけですよね。だからやりたいやりたいと思うけどうまくいかないみたいなのが、あこれはガズレレ的にはもうね、もうなんていうのかど真ん中っていうか、うん、あのみんな僕らのあのガズレレやってる方たちっていうのは同じように、うん、私なんか音楽できっこないって思ってた人ばっかりなんですよ。あばっかり、だってミュージシャンは僕の発信を見て簡単すぎちゃってというか、まあ、当たり前のこと言ってるって知ってる人から見たら、うん、なんだけどほらあのこの人のだったらもしかしてできるかなと思ってやっぱ始めてくれて、うんうん、であできたできたって言ってるうちにもう夢中になっちゃってっていう方がまあほとんどなんですね、うん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 、でまさにですねあのそういう人たちも代表っていう感じで、はい、しかもあの世代が音楽大好き世代じゃないですか、うん、今の若者も音楽好きでしょうけど、うん、なんていうのかな、音楽 J-POP 黄金期をやっぱりなんていうかこう体感してるっていうかね、はい、それがやっぱりね、いっぱい共感呼ぶなと思ったし、そのライブ配信見ててもみんなね優しいですよね。バタ友さんたち、バタ友さん優しいです。バタヤンチャンネルのねファンの方はバタ友さんと呼んでるんですけど、はい、バタヤンチャンネルの YouTube 概要欄に貼っとくんでね、ぜひ皆さん、ライブ配信もすごいね、ご飯やったりやっぱすごいこう日程があるんですね、 YouTube の配信。そうなんですよ。だからなんかその生配信の時に最近これね、先ほどプレゼントしていただきましたジーラブウクレレをなんと薄レレをプレゼントさせます。キッズたちには初めてウクレレもプレゼントしたんですよ。そうなんです、はい、たくさんありがとうございます。もうね嬉しくってもうねジーラブチーム大興奮ですね。ですか、はい、本当楽しくて、でさっきもねこれ、うん、動画のねコラボ動画の後編で、うん、前編の方はそのクワバタリエさんのバタヤンでお願いします。いいですか、 YouTube の方のバタヤンチャンネルさんの方で、レッスン動画編というかですね、うん、まず最初の心意気みたいなものをですね、楽しかったです。それまではいい動画になってると思いますね。あれはなんかで僕もちょっとこう感動しちゃったなんかって、まあ、そっちはお楽しみにしてください。概要欄にもちろんそれも貼っときますけれどもですね、うん、でまあちょっと一通りこうそれが終わりまして、うん、でまあちょっと僕にインタビューさせてもらいたいなと思って、嬉しい、ありがとうございます。いろいろちょっとじゃあここで聞いていきたいと思うんですけど、はい、なんかお母さんと一緒のオーディションを受けられたって書いてあったんですけど、はい、よく知ってますね。ウィキペディアに書いてあったんです。ウィキペディアに書いてあった。そのことで結構そのやっぱりそういう歌が好きだったんですね。やっぱりいやそれは歌好きというよりは、うん、逆に言うとね、うん、歌嫌いだったんです。そうなんですか。なぜかというとこのハスキーボイス、ハスキーボイスって言ったらかっこいいけど、初めて小学校の時に友達の家行ったらすごいドラ声やねって言われたの。なるほど。私ドラ声なんや私と思って、で自分の声ってあんま聞いたことないけど、初めてダブルラジカセをサンタさんに買ってもらいました。それで自分の声を吹き込んだ時に、こんな声なん私って初めて自分の声を聞いた時に、わかる、悲しくて、こんななんていうの、高い声じゃなくて ガサガサの声で、そっから私学校の歌もずっと口パクやったんです。でも笛だけはリコーダーだけはめっちゃ頑張ってやったの、楽しいから。でも歌のだからテストとかも全然声出えんし、ソプラノアルトとか言っても全然声出ないから、ずっと歌はもう歌える、私は歌は歌わないってもう歌える人じゃないと思ってたんですけど、なんかみんなでカラオケボックスが出た時にみんなで行こうって先輩と言ったんです、中学の。ほんでなんか一曲ずつ絶対歌わなあかんってなって、で歌える歌ないし
ほなその時おにゃんこクラブのセーラー服を脱がさないでが当時流行ってて、はい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 、で、歌も歌わないから歌も聴かなかったんです私。あ、そういう感じなんですね。そう、興味ないっていう感じなんです、うん、どうせ歌えないからだったんですけど、セーラー服を脱がさないでだけはいっぱいどこでもかかってるから、うんうんうん、流行ってますよね。これだったら歌えるかなと思ってカラオケで初めて歌ったら結構声出たんですよ、うん、なんかそう ガラガラや、うんうんうん、だけどほんなら、あ、歌えるやんと思って、そっからあの自分の声質に合った人と思ってプリプリさん、プリンセスプリンセスを、なるほど、歌うようになったりとかして、はいはいはい、って感じなんです。いやじゃあ、ある程度大人になってから、うん、あ、これ結構自分で楽しいなと気づいたって感じ。そうでもそういうのって結構あるかもしれないね、うん、もったいないですよ。個性なのにさ、うんうん、なんかやっぱりみんなと一緒じゃないとダメみたいなのがなんか働いちゃうのかね。なんか、うん、恥ずかしかったかな、うん、当時はね。でも今はこの声が武器じゃないけど、いや武器どころか、だってもう桑本さんとってなんやねんっていうやつがもうやっぱもうあのね、あの感じってやっぱり、あの僕も笑いとかよく 見るけど、はい、そのあのキレッツが、うん、あのバーッとくるのがやっぱり結構大事ですよね、いろんなあのお笑いの人とか見てると。そうだから今嬉しいですね、その声羨ましいとか、まあ、ガサガサやんって言われるけれども、いやでもそれはそれで、いやいやいや、もうすごいですよ、その本当ハスキーで、うん、そのやっぱさっきねコラボの時も、ね、何曲かこう歌声が聞けるんですけど、うん、いやあの絶対いいですよ。どうですか、本当なんか人それぞれみんな素晴らしいけど、やっぱそれでもやっぱ個性がやっぱあるじゃないですか、うんうん、やっぱそれはやっぱりあのもう桑畑さんのすごいこのね一個の中のすごい有力なパートですよね。嬉しいですよ。だから本当だから YouTube とかライブ配信とかいろいろ桑畑さんの発信をあのキャッチしてる人も、うん、その声で安心してるっていうのは多いと思いますよ。そう、私ねその、うん、ボイシーっていうラジオもみたいなやらせてもらってるんですけど、そのボイシーもみんなもう声が心地いいって。わかります。だから初めて友達の家でドラ声やなって言われた、うん、あれがショックやったけど、今はもうあなたの声を聞いてるだけで安心感を得られるって言われると、うんうんうん、むちゃくちゃ嬉しくて。いやそう、でもなんでその子も別にそういう意味で言ったのかわかんないけどね、そのなんか、そうなんですよ、そう悪い意味じゃなくてそれしか、 なんかこう思った言葉が見つからなかったかもしれないし、うん、そうなんですよね。でもあの歌がそのやっぱりね、でそのお母さんと一緒でそれでそれからなんかやってみようかなと思っちゃったんですか。思っちゃったっていうのはなんだけどさ。いやでもそれはなんかこう会社があのなんかこう子供好きそうな雰囲気があるから、あーそういうことか、オーディション受けてみたなみたいな、そういうことなんですね。そう、へえ、こんな人今まで歌のお姉さんいたことないじゃないですか。こんなガラガラ声みんな結構、ま、音大出てますみたいな感じですもんね。すっごいですよ。で、はい、私なぜか一次予選通って二次予選三次予選ぐらいまで行ったのかな、結構行ったんですよ、なぜか。で歌のオーディションでガッツリ落ちた。あ、そうなんですか。それこそね、なんかね、あの犬のおまわりさんを歌うってなったんですよ、はいはいはい、で家で迷子の迷子の子猫ちゃんってこう子供にね愛されるような歌い方で何回も練習して、はいはいはい、で本番オーディション行ったら、うん、むっちゃ CD 流れるんですけど迷子のめっちゃ高いの。あーキーがね、あれ、あ家でやったら自分のトーンで、ね、あーそうかそうか、うわこんな高いんかって。も全然、なるほど。でもその時もあれかもよ、最初の音聞いて最初の迷子のなのか迷子のなのかですよ、ね、かもしれなかったね。でもまあそういうことだったんですね。いや、うん、あのなんでそこに僕が興味を持ったかっていうと、はいはい、今お父さんと一緒っていうテレビ番組があって、そこの歌のお兄さんがガズレレのことが大好きで、もうコラボしてるし、で、このGランウクレレ使ってくれてる。嘘。え、それ、え、お父さんの一緒のお兄さんが。そうですそうです。そうなんですか。そうなんです。だから面白いなと思って。それこそ NHK でウクレレやっ、はい、そうね、いいですよね。絶対いいと思う。ガズレレをね、そういうなんか、まあ、NHK じゃなくてもいいけど、これ簡単だもんね。そう、だからいいと思う。お父さんと一緒でも子供と一緒にウクレレで簡単なコードであったじゃないですか、さっきの。なんかね、そういうのもね、いい。だって音楽でやった方が絶対楽しいわけじゃないですか。楽しいと思う。僕ね、ガズレレをね、見てくださってる人は僕がね、いつもそう言ってるんですよ、うん。音楽は聴くよりやろうが最高って言って、うん、しかもその、なんていうのかな、その上手いとか下手とかじゃなくて、それ楽しいかどうかっていう、やっぱ音楽のあり方っていうのはみんなね、やっぱりね、もっとちょっとそんなクールにスタイリッシュに決めてる場合じゃなくて楽しもうぜみたいなね。そうだから、それをね、まあどうやって広げていったらいいかなってことばっかり考えてるんです僕。いやだから私もこれに出会えて
そもそもウクレレ始めようっていう頭がなかったんですよ。あ、そう、僕もなんでガズレレとかウクレレをやりたいと思ったのかなっていうのを聞きたかったんですよね。私ね、趣味が全くなくて、よくなんか趣味なんですかって、なんか映画見るなんとかかんとかってあるけど、私何の無趣味、本当に趣味がなかったんですよ。で、今、まあ、子育てもしてるし、いや子供たちがみんな巣立った後、ギターちょっとやってみたいなと思って。で、なんでかって言ったら、ギターは私高円寺っていうところでアルバイトしてたんですけど、うん、そこってちっちゃいライブハウスがいっぱいあって、まあ、僕もいっぱいやってますよ。本当ですか、はい。でね、そこであの宴会でそのライブが終わった人たちが、うんうんうん、みんなギター打ち上げでね、打ち上げで使ってくれてたんですよ、はいはいはい。ほんでも結構深夜も夜中3時5時までやってるんだけど、2時過ぎたぐらいからもう一般のお客さんいてへんし、じゃあみんなでギター出して弾いてくださいみたいな、はいはい。でみんなで弾いて歌ってるのがめちゃくちゃかっこよくて、なんかみんなでかっこいいなとか、うんうん、憧れちゃってね。そう、うん、あとこのバイト先の人もなんかこうお客様帰られた後にあのバイトの友達がギターでみんなで歌ってんのって、公演地とか多いですもんね、ミュージシャンもね。わ、かっこいいなって人ごとに思ってたけど、子育て終わったらギターやりたいなと思ってんねんっていう話を、うんうん、その YouTube のチャンネルの中でチュートリアルの徳井くんに喋ってた。あ、はい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 。ほな徳井くんが、いやウクレレ簡単やでってなって。あ、そうな、まさかのそのチュートリアル徳井さんなんです。よくね、コラボなさった YouTube でもね。そうなん、そう、ほんで得意がウクレレ簡単やで、いや私の中で申し訳ないんですけど、ウクレレってギターとかベースとかってすごいけど、ウクレレってなんかこうコントに出てくる高木ブーさんのイメージ。 そうですね、そうなんですよね、うん、なんかこんなね、あの髪の毛もじゃもじゃする神様みたいな。そうやし、うん、あとはなんかこうハワイの人が、あ、ハワイや、まさにそんなイメージですね。まさかこんな、なんこんなね、そうそう、こんな歌がこんなできるって知らなくて。本当そうなんですよ。そこすごいみんな誤解してますよね。そう、そう、民族楽器か、あるいはお笑い芸人の小道具みたいな感じですもんね。そう、ほんで、あの徳井くんも一時期ずっとウクレレやってたって。そうだったんですか。そうなんです。へえ。ほんでどうやってやったんって聞いたら、あの独学で自分でその YouTube 見ながらやったって、うん、で、もともとギターもできるからすごい覚えるの早かったしって言って、うんうんうん、で、私もこれ届いた時にすぐにあの本見てやろうと思ったんです。これについてた、はい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 、で、本見てやった。いや、わかんないですよね。もうね、そもそもが一弦が、 どれが、え、一弦はこっちが一弦なのか、こっちが一弦なのか、はい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 、そっからで。ああ、みんなそうなんですよ。もう難しい。あれ、なんでわざわざハードルを上げちゃうんですかね、なんか。そうなんですよ、ね。ほんで、よし、徳井くんも YouTube で検索してたって言うから、うんうんうん、で、ウクレレ初心者で検索したら出てきたんですよ、この男が。これです、これが出てきました。出てきたんです。はい、いや、よかったな。そう、ほんで、うん、それで初心者、ウクレレ初心者でガズさん出てきて、うんうん、ほんなら、はじめ、コードを教えます。あ、とりあえずそんな、あ、 YouTube も見てくれたんですか。もちろんもちろん、うんうんうん、もちろん初め YouTube から。ほんな次 C コードはこので、シャララララララ、そう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 、覚えた後これやってみましょうってやったら、シャララって弾けた時に、いや自分にできた、楽しいってなったの。やばい、それが最高ですよね。そう、いや、それを体験してもらうだけでまず本当ね、ほぼクリアです。もうだからその日は家族全員でみんなで回し流したラララララララってみんなで歌いまくったんです。しかもあの曲もいいですよね、シャララ言ってるだけでね。そう、もう本当素敵なんですね、ハッピーな気分になるって。すっごい楽しくて、嬉しいな。でそこからいろんな YouTube のあの配信を見た時に、うんうん、あのメモしながらね、はいはい、書いてね、書いてメモしてたんですけど、うんうん、メモしててもすっごい時間かかるし、そう、一時停止とかしてね、まあまあそうです。そしたらこのね、こういう本があるということで速攻購入させていただいてっていう感じな経緯ですね。あの僕ね、それすごいいいなと思ってて、うん、その例えばあの今名だたるミュージシャンいるじゃないですか、はい、ポール・マッカートニーもそのサザンオールスターズもいるけども、うん、あの人たちの一番大好きなことって何かっていうと、うん、歌うことなんですよ。はあ、だってそれはそうじゃないですか、うん、曲作ってそれ歌うことだと思うんですけど、うん、そういう意味ではもう同じなんですよね、うん、曲を歌うだって曲コード弾いて曲を歌うってことは、うん、桑田佳祐さんも同じことやってるわけじゃないですか、はあ、だからそのすごいとかすごい一人のこう一人間になってみたら、うん、コードを弾いて好きなメロディーを歌うっていうのはもう、うん、同じレベルまでもう達しちゃうわけですよ、あっという間に。それはなんかその、そういう感覚なんですよね。同じレベルにもう行っちゃってんですか、私。まあ、だから言い換えると、うん、桑田さんもさ、桜井さんも、その、あの、もうあらゆるヒゲダンの人も、コード弾いて歌ってるんですよ。
だってそうじゃん、うん、そうだからなんか同じなんですね基本は、うん、だけどその、やっぱそのハードルをすごい下げて、うん、それをやっぱ一目散に体感できるっていうのをなんかこう届けたいなっていうやつなんですよね。いやだからシャララーンっていうのもすっごいもう感動して、うん、よかった。そこがもう人生の転換期ですよね。もう調子に乗っちゃったわけですよ、そこでね。調子乗ってで次第2弾、これ買ってからまた人生変わったって感じ。あ、そうなんですね。はい。あ、いろいろ、まあ、名曲が揃ってますもんね、これね。なんか自分のなんか歌ってみたいやつをやるっていうので、うんうん、ちょっとしたらもうできるし、楽しい楽しい。でもエラハマりです。いやーよかった。でも、もう今これご覧になってくださってるガズレレ仲間の方も、はい、もうすごいんですよ、やっぱり最初、うん、最初すごいね、うわできたできたってやでしょ。そう、いや皆さんと一緒です私今ちょっと前の皆さんです、私が、はい、そうで、その後やっぱりいろんな方向性行くんですよね。もっとこう技術的になる人もいるんだけど、とにかく最初はやっぱりできたっていうところの喜びから始まっていて、中には自分のオリジナル曲を作って、あの自分でなんかライブやったりする人もいれば、仲間本当いっぱい何十人も集めて、うん、あのガズレレ練習会みたいな感じでやったりとか、うん、もういろんな楽しみ方があって、もそれはもうね、もうそれぞれがもうどんどん やっていけばいいと思って、僕はですね、ただひたすら初心者のやったことないできないっていう人の人生をこうパチパチ変えていきたいなと思って、うん、そうなんでね、もうなんかそれをいつも考えて、だからアイデアもいろいろ欲しいんですよね。こんなとこでやったらええんちゃうのとか言って、なんか場所とかね、なんかこうきっかけみたいなのがもしあれば、うん、なんかそうやってやっぱりこう楽しい人が笑顔が増えると、やっぱり世の中絶対良くなると思うんで、なんか ねだって桑畑さんもやっぱりさ、楽しい時間が増えたらさ、やっぱり笑顔が増えるわけじゃないですか、うん、いやそうなんですよ、うん、そういう人が増えていったらやっぱりいいですよね。やっぱり、ね、ちょっとだけやろうかなって5分と思うけど、気が付いたら1時間やってるからやっぱずーっとやっちゃうんですよね。いや嬉しいです、本当に、はい、いやでも本当にね、今日このコラボはもう待ち遠しくて待ち遠しくてですね、嬉しいです。いや私がですよ、まさかこれたまたまね、ウクレレ初心者で検索した時に出てきたガズさんが、うんうん、隣にいるなんて嘘みたいなんですよ。ありがとうございます。もう本当しかも自宅に来てくださって、自宅にお邪魔してるすごいね、よう考え、すごい綺麗なんですよね。なんか聞いたら断捨離企画で断捨離されたってことで、そうなんです、全部 YouTube で絡めちゃって、自分の人生全部 YouTube でやっちゃってます。いやいやいいじゃないですか。あでもそういうことでどんどんこう切り替えできるっていうのはすごいですよね。その、うん、あなんていうの、一回やってまたダーってなるんじゃなくて、ちゃんとこうね、キープされていて、そしてそんな綺麗なところに今日いっぱいお土産持ってきてね、やっぱすごくえらいことになってるんですけど、嬉しいです、まあ、家族がねいますから、お子さん 3人と旦那さんでね、これをぜひこう楽しんで、ね、3つもプレゼントしていただいて、子供1人ずつに、もうGラボの今日ね、Gラボの代表上田氏がここに、ね、あの一緒に参加してくださる GGラボのね、もう社長さん、もうそれは桑本さんの家族全員だっつって、嬉しすぎます。いやいや、そのぐらいですね、やっぱ僕らのチームもすごい嬉しいなと思って、いやありがたいです。ちょっとで、あとね、うん、まだあるんですよ。まだあるの、まだある。え、これきっとね嬉しいですよ、はい、ここに入ってますけど、はい、オンザロード、いやいや、今回なんか泣きそう、好きな曲ありますかっていうふうに聞いたら、いや私泣いちゃう、嬉しい。ネノシンさんという、まあ、YouTuber っていうか、ね、ストリートミュージシャンの YouTuber で、嘘、すっごい時間かかったんじゃないですか。いや、あの全部じゃないです、一番までですけど、いや嬉しい嬉しい。でこれコードをここに書いてきて、でちょっとせっかくなんで演奏しましょうか。あ、難しくないやつ。険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、無責任なんかで口すで真似せないなんて諦めて、それでええまねなんて宣言で、それは自分で見ちゃうやんけ、君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで、おもろいことを探しに散歩にでも踊り行こう、はい、目的地なんか決めずに行こうや、今を生きや、つまずいたのは踏み出したから、たとえ迷っても思い出になるわ、やる気の明かりで話した僕らの日常は非日常になる、さあ、はい、オンザロード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 、ワンモアタイム、オンザロード、オンザロード、オンザロード、やりました。嬉しい。昨日の夜覚えてきました。いやーすごい、ありがとうございます。これコードは6個にしてますんで。
いやこれ子供たち、はい、いやこれ4つ引きで険しい道をダッシュして、はい、あいつはこんなにすごいなって結構やっていただければ、いや子供たちがむっちゃ泣くさ私子供たちか私ねガズさんが何かあのことみんなで家族で弾きたい歌ないですかって言われて、コロナ禍っていうよりも、うんうんうん、この歌が子供たちが大好きで、すごいね、でもいい歌、ね、いい歌っていうか、 なんかメッセージがすごい詰まっていて嬉しい、やこれを家族みんなで弾けるかなと思ってそれ考えたらめちゃめちゃ嬉しかった。でもこれ結構歌もねラップだからね、やっぱそっぽと聞き込まないとだけど、でもコードは簡単にしましたから、うわ嬉しいです、はい、ありがとうございます。いやぜひまずこの1番だけでもちょっとみんなでやってみていただければと。いやお土産です。いや本当にありがとうございますめちゃくちゃ嬉しい、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいな、はい、いやまあそんなように感動してもらって僕もちょっとねもらい泣きしそうなんですけど、全然泣かないです。いやいや僕はもらい泣きしそう泣きそうって一回も私ちょっとダメだ出てますあげよ、そろそろすいません、はいでもそういうわけですよ。でもねさっきあの桑畑さんのチャンネルの方でレッスンというかまあしたんですけど、はい、まあなんかぜひシリーズ化してねなんかこう、はい、盛り上げてる時間ね、まあ、共有できればいいかなと思っているところなので、うん、シリーズ化決定でいいですかね。もちろんです、ありがとうございます。ということで皆さんあの桑畑さんと一緒にこれからまたね、いろいろなんか音楽のいろんなこう、ね、楽しみ方も紹介できればなと思っているということで、はい、今回初コラボということで、本当にありがとうございました。イエーイ、次回ぜひ子供たちがいる時にもまた来ていただいて、ちょっといい、ね、あのあハニーさんもね結構ウクレレすごい上手、はい、上手というかね、はい、あの先生役で、はいはい、家族でもみんなでワイワイやる、うわー嬉しい、本当にありがとうございます、よろしくお願いします、はい、今日はそんな感じ、あの桑畑さんとのコラボでした、さよなら、バイバイ、ありがとうございます。